はい、皆さんこんにちは、アシスです。トイックです。え、いるし だから、まあんま勝手に進めないでと。みんな来ていたのか。戻りながら話す。いや、やっぱティナの裸が見たくてみんな急いで来ちゃったよなんて言ってるんだ。帝国が幻獣から魔導の力を、うん、そうだねガウガウガウ自由だな。ガウはあの高さから降りたの。すっごっ。本当なのかセリス。私たちは眠らされたまま魔導の力を注入されたのではっきりとは覚えていない。でもそういう噂は聞いたこと。知ってるくせにな。いやいやいや、信じてやれよ。将軍だぜ、そりゃ知ってんだろう。では乗り込むんですな、帝国へ。二手に分かれた方が良いだろう。ナルシェの守り、ああ、また二手系ね。うん。あ、ちょっとまだ俺この街探索してないんですけど。ガウ、ガウあんなとこいるし。かわいいな、ガウ。私が帝国に行きます。ああ、確かにね。いや、ロックは守ってもらおうかな。マジで。もう少し人手がいるだろう。あ、もう二人固定か。どうした？出ろって言われた。ちょっと迷うな、どうしようかな。よし、これで行こう。はい。兄弟二人は仲良く留守番。ナルシェで待っていてくれ。帝国から必ず戻ってくる。ロックはいらんよ。ひでえな。メンバーを入れ替えたくなったらとにかくナルシェ。オッケー。とは言うものの、帝国は南の大陸。あ、そうだね。そういうことか。どうやっていくかだな。南のジドールの貴族さんたちならなんかいい方法を教えてくれるかもしれないぜ。なんたって金持ちだしな。もうロック金金と女あんまり嫌な言い方するな。もうひどいわ。お、あの人ちゃんと、え、喋って。あれ大事な人。やっぱこの並び順は重要だよね。やっぱセディスの後ろはカイエンでなければいけない。なんで？危険。後ろから切るために。危険。違うよ。カイエンさんが一番まともだからだよ。怪しい動き見せたらカイエンさんが切るんじゃないの？クー。やべえ、これ勝てねえかもしんねえ。ハイポが取れるかだな。銀縁メガネだって。いらアクセサリーだった。ええ？はい、早く倒せ。早く倒せ。え？取られたとかね。盗み返してやる。え？四？え？あ、戻ってきた。いや、そりゃ倒す。あっぷんね、びっくりした。あいつあのまま逃げた気がするぞ。うわ、この町怖え。どうぞ、知らねえよ。じゃあこいつも。あ、幽霊さん仲間になってくれるんじゃない？魔石を手に、あ、はいはいはい。うん、だから、ここは大事です。特殊で現状を選んで装備しないと使うことができません。戦闘中に魔法で上を押せば幻獣が出てくるので決定ボタンで使うことができます。ただし、幻獣は1の戦闘で1人1回しか使えません。え、じゃあめっちゃ使えんじゃん、雑魚戦で。うん。幻獣を持ってる人は魔法を覚えていきます。おお！覚える魔法は幻獣によって違います。覚えるスピードが大きいほど。ん？ん？詰んだ。
まあ簡単に説明しようか。じゃあいや特殊だって特殊。うん。ああなるほど。覚えるスピード10、2、5。これがセリスだときっと速くて。いやキャラ別じゃない。幻獣別。あそういうことか。へえ。あじゃあ今セリスさん魔法持ってるから魔法持ってない人たちに。では4人いるんだから4つつけりゃいいじゃん。というわけでね、セリスはケットシーでこう魔力を上げていこうかなと。でカイエンさんが、うん、あれどうだ幻獣でカイエンさんはラムでガウさんがセイレン。セイレンでロックがキリン、うん、オッケーこれいこう。一応聞いとくけど、うん、キリンとかケットシーの効果って覚えてる？沈黙とかだなかったっけ。よし、こう。でけえ。やべえやべえ、勝てっか勝てっか。盗めなかった、くっそ。っていうか、カイエン、ああ、そこ、効率いいのか。お、あ、効率だともしかしてダメージ落ちんのか。わかんない、必殺剣はどうだかわからん。え、1？ ん？鬼畜だな、なんかいいもん落とさ、もらえねえな、こいつ。とりあえずじゃあ街の中を探索しまーす。え、なんかさ、ちょっとパンチらしてね。白だ、白。変なこと言うてねえよ。え、おっぶんねえ。ファイナルアタックすんのかよ。そういえばさ、セーブしてなくね。してきます。ハフね。このまま行ったらまた屋上行くだけじゃね。ほらほら盗賊の子でだよし、必殺剣3溜めそうぜ。弱っ。ブンドル弱っ。まあ、後列から殴ってるからしょうがないんだ。でもさ、俺今あれつけてんだけど、ガントレット弱っ。弱かったな。また大事な。俺の時計は30秒を指しているで。はい、そうですか。ちょっとなんか広いとこ来たの。ん？お？眺めが良かっただけだな。ちょ、こっちは。お！お？エーテル。あの空っぽのには何も入ってなかった。錆びついて動かない。あ、じゃあ入れないんだな。マジか。556買ってこようぜ。556入ってない入ってない。あれ俺どこいんの。さっき自分でその建物の裏に入ったじゃないか。うん、あ、そういうことか。ランダムだから。ん？なんだこれ、すり抜けるぞ。ん？すり抜ける？お、時計がある。時計の針が
2時、4時、6時、8時、10時、12時、知らんがな。時間のやつなんかヒント聞いてなかった気がするからな。ちょっとやめたいのに、もうやめたいのに、やめたいのに。もうやめ、やめたいのに。どんまい。はい。ああ、ここに後で来なきゃいけないのか。そういうことだな。え、なんで？じゃあ、やっぱあそこの人たちってこと？ん？入れた？まあ、ん？いや、影に隠れただけじゃね。12時になった。10時。8時。18。12、18。12、10、あ、え、お、え、うん。2時。12時。10時。ループしてる。オッケー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 。そうだって怪しすぎるだろう。ない。あ、通れた。最低だ。あ、ほんとだよ。通れたわ。大量にあんじゃん。今まで何してたんだよ。お、宝箱あるし。ポーション。この建物の影を渡ってこう左側に来るっていうのに1時間？うん。そんなことってある？お前が左をしてないってびっくりしてます。そんなことあんの？まあ、ここで絶対フンのこと聞けるやん。うん。おい、来い。来ねえし。あ、ちょ、待って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 。そこの時計は長い針がないんだ。しかも刺してる場所をめちゃくちゃだしな。針は2の数を刺している。うん。あ、オッケー。じゃあ、時計のところに戻ります。やっと来た。時計の針が止まっている。何時に合わせますか？時間だろ。4時、2時、12時、10時、8時が嘘だから6時。何分に合わせますか？さっき、いくつ？20って言ったかな。20。何秒に合わせますか？20で割り切れなくて、で、30秒じゃなくて、あれ？で、秒が、うん。あれ？ 10 と50どっちだ？長い針が10のとこ刺してるとか言ってなかった？これだ！ちげえじゃん！ちげえじゃん！あれ、6時の、これ、ここだよ。10ってこと？あれ？なんか言ってたっけ？あれ？あれ？え、待って待って待って。え、だって、4時じゃなくて、2時じゃなくて、8時じゃなくて、10時、12時じゃない。6時だろ？ここは。あ、時計が 10！ ここが 10！ え、秒は？長い針が10だろ？ 10 って50のとこのこと言ってんじゃないの？え、何？お前10って50のとこで謎な発言をするなよ。いや、時計の文字盤の10の1って50秒とか50分のことだろ。いや、とりあえず、あ、間違えた間違えた間違えた。何してんの？レーンダイブしてやめろ。とりあえず、6時10分だろ？うん。で、こっから30じゃなくて20で割り切れないから10か50。どっちにしようかな。
お前のあの秒4というメモ。よっしゃはい、なんか開いた。2択に勝った。回転のこぎり来た。はい、回転のこぎり来ました。こんな頑張って取りに来たのにエドがいないんだけど、俺のパーティー。うん、1時間以上かかったな、これ取るのに。くっさもうエドが入れるか、エドが入れるか、ナルシェ行く。いや、いいよ、このまま行こうぜ、もう。よし、ギドールへ戻るぞ。1時間半ぶりくらいだな、待ちでた。地味にお金貯まったんじゃない。お前もうそっクーラーとかつけてんの。え、24時間クーラーよ。会社行くときは消すよ。今は土日だから。そういう日々じゃねえよ。え、土日に家いるときだろうが、そんな長い間つけっぱなしはおかしいって言ってんで。帰ってきた。俺は宿に泊まりたい。おい、とりあえず宿に泊まろう。疲れた。一風呂浴びて、一風呂浴びて。ずっとゾゾにいたからな。あ、休む休むよ。よかった、ロックと同じなんかベッドに入って、ロックが入ってきたらどうしようかと思った。ほんと危ねえからな、ロックは。それはないだろ。ほんと危ねえよ。4人パーティーなんだから。よーし。で、船。お金持ちの家ってどこだ？え、露骨に一つでかい家あったじゃん。これか。そう言って、堂々とアクセサリー屋に入ってたよ。ちげえや。まあ、アクセサリー屋は金持ちって説もあるけど。あれ、そういえば。ここか。できない。ん？あ、まあいいか。船くれ、船くれ、船くれ。おうぞ。マリア団長。そうですよ、マリアですよ。あ、バッカー。ほうほうほう。これで、あれじゃない？マリアの代役としてセリスが出て、お、一躍有名に。まさかの。おおお、手紙だ。あの人が落としていったぞ。オペラ座で芝居をやっている劇団長なんです。みんなは団長って呼んでますかね。うわ、絶対背中に雲のマークとかあるし、気をつけた方がいいわ。恐ろしい。じゃあ行こうか。お宅のマリア嫁さんにするか。何これ、ロックじゃねえこれ、さすらいのギャンブラーって。ロックはトレジャーハンターだから。誰なんだこのさすらいのなんとかは。知らないのかい。おう、おお、シドウじゃない。残念ながらシドウではないんだな。正義悪、そんなものとは関係ない世界に行き、ギャンブル場の入った引くっていいね。ブラックジャック号で空を駆ける男来ました。セッツァー、セッツァー来た。セッツァー、顔色悪っ。いや、顔色が悪いわけではないんじゃない。マジか、相変わらずちょっと怖い顔してるしな。まあちょっと怖いな。ドット絵はキリッとしてるけどな。世界に1台しかない飛空艇を持っているセッターさん、金持ち。そして飛空艇で南へ。はい、行こうか。え、どうやって。やっぱギャンブル好きだもんから、ちょっとなんかギャンブルっぽい噂を立てれば寄ってくるんじゃね。オペラ劇場に来るって言ってながら、オペラ劇場で待ってればいいんじゃない。やべえな、全財産なくすぞ、ロックが。オークションって始まってないかな。あ、オークション見てこようか。終わってる。よし、オペラ座行くぞ。まさか、どのタイミングで始まるんだっけな。フェニオ買った？買ってない。
オッケー。オッケー。フェニオはないけど、まあ戦闘にはなんねえだろ。セッターがきっと飛空艇の中に道具屋持ってるよ。あ、この間のマリアです。ちょっと私お金に困っていて。よし、捕まえてやろう。なるほどね。じゃあ代わりにセリスがさらわれてやろうか。お前セリスさらわれてオッケーなようなこと言うなよ。さらわせればよい。うちのマリアさんを出そう。報酬は1億ゴールドだ。おとり話か。ダメだダメだ、マリアにもしものことがあったら。ほいほいほい、この美女がいるだろう。お前オッケーオッケーオッケー。ミアンダー、うわすげえすげえ動きしてるそんな私は元帝国将軍よ。そんなチャラチャラしたことできるわけないでしょ。かわいいかわいい超テンパってるセリスいいな。あ、ロッカー覗こうとしてる。ああ、ああノリノリ練習しとるし。いいね、セリス。お、オルトロスさんじゃないですか。まさかのオルトロス。ワイもセッツァーを真似してえ、なんか来たけど虫全員虫じゃあ、4万回オルトロス可愛いな。お、この音楽はセッター様じゃないですか。いや、これただのオペラの。この辺のドットル、ドット絵はなんかクロノトリガーでもあった気がするな。ああ、裁判のシーンとか。そうそうそう。よーし、空いてんな、特等席だわ。客入ってねえな。いや、これ全部誰が客か。わからん。西軍と東軍の戦いは日増しに激しくなっていった。西軍のガルージョの戦士ドラク、ドラクは、ああ、ドラクだったな名前。激戦の戦地で母国に残してきたマリアのことを思う。ドラクだ。おお、じゃあドラク事故ったぞドラク引かれたけど、これは大怪我ですね。保険入ってたっけな。王神事マリア、めっちゃ声低いけど大丈夫か。男だから。シス、せっかくだから歌えばよかったのに。
え、俺がオペラやんの、うん、オペラ調で動かせんじゃない。できんわ。あ、ほんとだ。あ、でも動かせるけど撮影時間がね、うん、結構いい感じに多分なってるんよ確かにな。うん、じゃあ一旦すごい迷ったからな。一旦ここで切りましょうか。はい、はい、皆さんどうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。